get back to the story. Wait, what? I totally completed this. So now we're starting all over again? よかった。目が覚めたみたいね。キュッ、ちょっと、しって、そん、あ、ほら。Oh my god, we already did this in chapter one. Oh, Bulma, I let you down. 鏡を見た反応から、でも、ああ、もう、どうしたらいいのよ。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号。え？孫悟空にリンクしているものに、孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさとって、まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ、殺すわけにはいかないから。お前の才能は本物のようだ。ならば、こちらも手を抜かない。Gotta beat up this cell guy!
It's all or nothing! Go! よし、修行始めるぞ。Because I really don't want to do this. I mean, I did chapter one. Oh, wait, chapter two already? リンクして間もないというのに、なかなかやるな。こんにちは、ブルマさん。ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが、わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。何がどうなってるわけ？ふん、さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ？僕の目はごまかせないぞ。え？どういうこと？この人は孫君じゃないっていうの？おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって、ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし、というわけで悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ、おめえ誰だ？それにここどこだ？変だな、体が動かねえ。なあ、おめえなんか知らねえか？え？おめえがオラの体に入ってるって？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。
やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろという。そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん。ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それかよ、腹減ったし起きようと思うんだけど目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねえか。ウシさんの声は聞こえんだけどな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り僕。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって、それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。
うよね。まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。よっ。おかえりなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、ソン君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、ソン君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。ったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。力
中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてたって、ソン君らしいわね。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさ、とにかく今の状況だとあんたにはソン君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってるけど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。Are you ready? Let's go! 俺は自分の手がいい感じだ。よっ、さあ、どんどん行くぞ。すんねえぞ。行くに行くぞ。なんだ、これやっくり。おCounter! Yep! Perfect!
いつクローンか。やべ、クリリを狙ってる。早く助けねえと。It's time to face your opponent! Get ready! Fight! Minna, do you want to take it off?ん？気がついたみてえだな。よかったな、クリリー。あれ？ここはどこだ？ブルマさんの飛行機？確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか？まだ。そっか、いつもありがとな。なんて言って。ほらだってやべえときはいつもクリリンから先頭もらってるだろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ？クリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜ。な、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った。今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか？思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫君からクリリンに移動することはできない？悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか？いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリン。オラの中からいなくなっちまったぞ。うわ、俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、オラ何にもできねえっちゅうことか？
リンクできる人は一人だもの。当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。ソン君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。まっか、もともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っていうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。よし、修行始めっぞ。
Brace yourself for the coming battle! クリリン、来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった。意識はあるんですね。ああ。
でもこうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が。それがですね、またクローンだ。クリリン、説明は後だ。まずはあいつをやっつけぞ。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン。なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくるよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦いねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦えてんだ。大丈夫だって。クリリンだってって、お前何気に失礼だぞ。3人揃ってこの道着を着るのも久しぶりだな。武道家だった頃の修行の日々を思い出すぜ。そういや、ヤムチャと一緒に修行したことがねえな。なあヤムチャ、今度はオラと一緒に修行すっか。
冗談じゃねえよ。今の悟空の修行になんかついていけるか。それに俺はもう武道家を引退した身だ。修行ならクリリンに付き合ってもらえ。いや、俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよな。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。それはだな。俺にだってそのいろいろと事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけんどよ、引退する意味ねえならオラと修行しようぜ。悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか？そんなことより今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そう、おめえの力見せてくれ。十分慣れてきたみてえだな。よし、次はこれだ。おら、ワクワクしてきたぞ。よし、次はこれだ。相手だ。
く頑張ったな。偉いぞ、チャオズ。あた、オラたちに任せろ。ふん、クローン、かかってこい。俺たち。詳しく説明するとさ、そうか、その妙な波動が原因で迷惑をかけたな。もしよければこれからは俺も一緒に戦わせてくれ。すまなかった。だがもう大丈夫だ。こういう時こそ日頃の修行の成果を出さないとな。ケンさん、だからチャンス、お前は。だったら僕、ケンさん助ける。チャンス、僕だってケンさんと修行してる。わかった、一緒に戦おう。ただし、俺のそばから離れるなよ。
これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。わりわりな、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べると小さい木だけど似てんな。けんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけにも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、そんな相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。セル、絶対許さない。ふん、しらじらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だかわかりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかない。お前がやめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、ずいぶんと強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。
go! こいつをやってみろ。いい修行になったな。もう一番。妙な波動で力を制御されてさえいなければ。セル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？しまった！くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。十八号さん、大丈夫ですか？多分、気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、十八号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとても強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってるのか？もしよかったら十八号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリモン軍に雇われていた研究員なんです。十八号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というものでつい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。十八号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも、途中でセルと遭遇して、十八号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまり、レッドリボン軍が悪さしようとしてんだ。そんで、おめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかはわかりますよね。できれば
道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。